こんにちは。ご当地商品紹介 TV の時間がやってまいりました。レポーターの一郎です。リポーターの三上です。はい、また今日もご当地商品を紹介していこうと思います。今日は第13回の放送になります。今日紹介する商品はこちらです。じゃん。金太平洋粒オレンジみかんって書いてあるんですけども、つぶつぶのみかんジュースですね。あ、なんか懐かしい感じの。最近見ないですよね。昭和っぽいですね。ですよね。この果汁 20%。 あ、いいですね。なんか飲みたくなってきました久しぶりに。これね、なんか金太陽、見てない。そういう、そうなんですよ。でこれ見ると、この金太陽自体はこの太陽食品株式会社、長崎県島原市。長崎ですよ、これは。長崎ですか。金太陽ってね、こうよくちょっと知らないんですけど、昔飲んだ記憶があるんですけど、このつぶつぶオレンジ、今はね、懐かしいんですけど、今日ちょっと飲んでみたいなと思いますので、グラスをね、ちょっと用意しましたんで。はい。ちょっと、上手に出してください。よく振って、いただきたいと思います。ああ、確かに、なんかつぶつぶは入ってますよね。綺麗、いや綺麗ですね。はい、入れて。ちなみに、ちなみにこれはですね、250g、 あ、ちょうどいいぐらい入ってますね、うん、だからこれが250の缶なんですよね。昔よく、昔って200でしたっけ。いや、この250の缶ばっかりだったんですよ、うん、そうそうそう、このね、うん、このサイズです。じゃあこれいただきたいと思います。つぶつぶがこうやって見ると結構入ってるんじゃないでしょうか。かわいい。これ上から見るとやっぱほら、つぶつぶがね、いただきます。うん。お。お。つぶつぶは食感が少ないんですけど。はい。喉越しがすごいオレンジジュース飲んでる感じです。うん、懐かしい感じ。はい。よく見ると、果汁は 20% なんですよ。はいはいはい。だからやっぱりこの 100% を飲んでるわけじゃないので、うんうん、どことなくサラッとした感は、なんだ、濃厚さはちょっと薄いんですけど、うん。でも昔のジュースって 20% じゃない。そうですね、うまいこれ。あ、よかった。あ、これね、コップで飲むのもあるかもしれないですけど、これ美味しいですよ。ちゃんと冷やして飲んでるんですけど、つぶつぶ入りですけど、なんかグラスに移すとちょっと美味しそうに見えます。うん、あ、でも、ああ、僕が昔飲んだイメージよりなんか美味しく感じられましたね。ああ、うまい。パワーアップして。うん。はい。ちなみにこのつぶつぶオレンジなんですけども、はい、まあインターネットの通販とかでも買えるんですけど、この30本入りでだいたい2500円から、まあ、3000円前後で、で1本あたりがまあ85円からまあ100円ぐらいの値段なんで、まあ気軽にね、これ1本でも売ってる店もありました。前も紹介したんですけど、新都心のこととやさん、はい、ではね、売ってましたね。1本あたりの値段は1本だけ買うともうちょっとする可能性あります、うん、はい。でも美味しかったです。金太平洋のこの粒オレンジみかん、ね、はい、ということで、よかったら、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いします。します。はい、それでは次回のご当地商品の紹介まで、さよなら。